皆さんこんにちは。こんばんは。遅くにまた失礼いたします。繋がっていますかね。大丈夫かな。はい。あ、こんばんは。こんばんは。あとちょっとまた一人また入ってきますのでよろしくお願いいたします。今日またララポートと一緒に今日はスタートさせていただきます。新年の一発目のライブですね。はい、はい見えてますかね。大丈夫かな。ちょっとまた私一人で始めさせていただいて、まだちょっとパタパタスタッフが今掃除をしているので、もしかしたら見えてしまうかもしれませんがよろしくお願いいたします。そろそろ来るかなと思います。はい。新年一発目、お待たせしました。いえ、お疲れ様でございます。新年一発目の挨拶まだしてないですんで、一緒に、はい、一緒にしましょうか。今、ね、はい。明けましておめでとうございます。新年一発目のライブ、今年もよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。ね、新年の挨拶どうでした？お正月皆さん。ゆっくりされている方もいらっしゃいますし、ちょっとね、なんでしょう、地震があったりとか、そういったこともありまして、いろいろ大変な方もいらっしゃると思うんですけど、実際に、今回を機に、いろいろまた、後ほどもう一回ね、振り返りさせていただきながら、お話もさせていただきながら、で、しかも今日はですね、前回お話をさせていただいた、サークルが、はい、なんとあります。なんとララポートに来ているので、それもご紹介一緒にさせていただければなと思っております。はい、でまたですね、あとは今回25周年、いよいよ、もうすぐですね、第2弾のキャラクターたちが、はい、なんか通過しましたね。なんかその辺もありましたので、そちらの方のご紹介も合わせてさせていただいて行きたいなと思っております。すいません、ちょっと僕先ほどまでちょっとバタバタ先ほどのお客様いらっしゃったのでちょっと慌てている状態ですけどもはい、何もちょっと今日用意できてないのではい、皆様にご迷惑をおかけすることもあるかなと思いますがよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ではまず何からやりますか。まずは何でしょう。25周年からいきましょうか。福袋結構ね、ごめんなさい、サークル結構やっぱり見ていただくので時間もかかるかなと。そうですね、サークル最後の方がいいかもしれないですね。はい。はい。まあじゃあ25周年からいきましょうか。はい、25周年からお願いいたします。はい。はい、25周年、12月の1日ですよね、第1弾。はい。はい、始まりまして、はいはい、うち、ララポートはもうシールも、あとはアクリルスタンド、ガチャ。もう全部完売を今した状況です。はい。もう在庫ゼロです。はい。港はまだあります？港はまだ若干残ってます。はい。僕も引きたくてうずうずしておりまして。はい。あと、あとはですね、ガチャガチャの方もほとんど今入っている状態、ちょこっと入っている状態なので、そちらの方も、しっかりと、9日まで。で、一応9日以降は、そのまま、もし入れたら並行して、ちょっとダブルでやるってことですね。うん。なるほど。で、はい。チールの方も、まだ、3と4だけ、ちょこっと残ってますので。あ、本当ですか。もし、あれでしたら、欲しい方いらしたら、ぜひ、いらしていただければと思います。はい、1月9日からそれの第2弾出る形になりまして、はい、まあ今、第1弾で5種類あるかと思うんですけど、はい、まあ実際、完成すると10種類になるということですね。はい、で、本邦初公開でイラスト出しますね。はい、いいですか、出しちゃいますか。いいですよ、岡崎が頑張ってくれます。じゃあ、岡崎さんにお願いして、はい、アウトカメラいきます。はい、お願いします。おー、かわいい。今回もキャラクターはマーチングですね。そうですね。はい。しかも今回は何が増えてるんだ？全部、あ、そっか、全部変わるんでしたっけ？そうですよ。あ、そっかそっか。全部変わります。はい。ガラッと。実は、吹奏楽っていう丹羽さん。はい。ちょっとこれは何の楽器かお願いしていいですか？ですね、まあ一番初めは楽器じゃなくてピエロがいるんですけど、はい、今回ですね、マーチングということで、サックスっていう楽器が、はい、はい、入ってます。あとは、大太鼓、どんどん大太鼓ですね。はい。あとは、シンバルが入っていて、最後がフラッグですね、旗。そうですね。はい、そちらを一応、今回ご用意させていただいてます。はい。はい。で、見えますかね。で、皆さんちょっと注目していただきたいのが、なんと、アンゴラちゃんがいるんでしたっけ？アンゴラいます。アンゴラちゃん、アップできますか？ちょっとそこ、オッケー。はい。ちょっともこもこしているのが入ってると思うんですけど、はい、今回もセーブルしっかり入っていまして、あとはバタースコッチ、2番目のサックスはバタースコッチですね。そうですね。ラッパーに引き続き、茶系が楽器を吹いてる感じですけど、はい。はい、で、このアンゴラちゃん、よーく見ると、太鼓に、はい、文字が入ってるんですよね。どれですか？そう。アンゴラちゃん。読めるかな？そう。はい。ね。ちゃんとバッチリ。はい。ペレワと。ペレットワールドは長いので。ペレワと記載させていただいてます。はい。ちょっとしたこだわりがあるんじゃないかなと思いますが。はい。はい。で、今お見せしているこれがアクリルキーホルダーガチャになるんですが、同じデザインでステッカーも。はい。はい、2500円ごとにプレゼント。システムは前回と一緒ですよね。はい。はい。なので、2500円ごとに、1枚。で、最大が、5枚までですね。お、ありがとうございます。見せて。はい、あ、かわいいですね。かわいいですね。はい、はい。今回は結構、皆さん欲しいのからも、ね、今回もやっぱり欲しい柄あるんじゃないですかね。おうちで使う。おうちの子にの、ね、似てるカラーとか、やっぱり好きな方もいらっしゃいますからね。まんべんなく皆さん選ばれるんじゃないかなと思います。そうですね。はい、これもまた、早い順ではありますが、一応まあ頑張って最後、月末まで持つような形にはなってはいるんですけど、ただ、ご了承いただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい。はい。で、第1弾は、お正月絡んでましたんで、はい、まあ福袋とかくじ引きは対象外と入れさせていただいたんですが、はい、もうお正月終わりましたので、生体フェレットちゃんのお迎え以外が対象という言い方でいいですかね。はい。はい、なので12,500円ご購入いただくと全種類必然的にお渡しという、はい、プレゼントになりますので。うん、はい。ぜひそれでまた楽しんでいただければと思います。はい。25周年のコンプリートになっておりますので。はい。はい。ちょっと光っちゃうかもしれないけど、アクリルキーホルダーも手元あります。ありがとうございます。はい。ちょっとスタンドまだこれ、立ててない状態ですが。あ、いい感じですね。はい。はい。はい。あ、すごいですね。あ、やっぱり可愛いですよね。そうです。ちょっと光っちゃってるのかな？ちょっと光っちゃってますね。はい。あ、大丈夫ですね。税込みで12,500円ですね。はい。合っております。アルビノ激アツですね。もうそれはもちろんアルビノですからね。結構でもあれチェックしましたもんね、カラーとかね。そうですね、はいはいはい。まあ、このピエロがねいい感じのアクセントですね。はい、はい、あ、そうですね、はい、うん、ピエロかわいい。そう、どことなくペレットらしさを入れたくて、はい、第1弾にはちょっとこうねつまみ食いっていうそうちょっとペレットらしさを、はい、はい、入れました。で、第2弾はこう遊びつきやんちゃっていうのがあるので、このピエロでおちゃらけた感じを入れたっていう感じですね。そうですね、はい、で比較的なんかいろいろ遊び心がありつつでやってらさせていただいているので、まあ、ぜひ現物店頭に並べると思いますので、はい、ぜひ見ていただいて、早いもの順でありますけど、僕もまた最後まで我慢するようにはしますんで、はい、皆さんガチャガチャをしにいらしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。はい。はい。で、スタートは1月9日、ね、はい、からスタートいたしますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらのガチャも、ららぽーと、中野、みなとみらい、あと通販。通販はガチャガチャというより、あれですね、シークレット銀パックに入って、はい、何が出るかなっていう、はい、はい、形になります。はい。通販も9日でだっけ？もうちょっと。通販一緒でした。はい、通販も一緒ですね。はい、9日からですね。はい。はい。なので、遠方の方はぜひ通販の方でも、販売していただいておりますので、ぜひご参加いただければと思います。で、あと逆にお買い物の方には多分シールがついてるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひお楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。はい。で、それでは、次は、防災セットかな。はい、行きましょうか。はい、ちょっとね、はい、新年早々、北陸の方で、地震がございまして、皆様にも、注意をいただければなと思います。で、実際に、僕たちも、福島の震災の時、僕自身も福島の時には、ららぽーとで被災をした状況ではあるんですが、やっぱりあった方がいいもの、あとお困りになったもの、いろいろあるかとは思うんですが、はい、その中でいろんな、アイテム、あとは、を集めた防災セットというものを以前もご紹介させていただいたと思うんですが、ペレットワールドの方ではご用意させていただいております。はい。で、一応そちらの方でですね、皆様ちょっと注意いただいて、まあ、それぞれ季節によって、例えば、これからの時期なんかですと、例えば寒さの問題でカイロが必要だったりですとか、あとは、キャリーケージ、ハードキャリーケージですね。今回もそうなんですけど、被災されたりしたとき、避難所というところにまず行くと思うんですが、その際に、ワンちゃん猫ちゃんとかのケージは多くご用意されているんですけれども、やっぱりフェレットとかのケージに関しては非常に数が少なくてですね、隙間から出てしまう事故なんかが多く出てしまうということで、まあ、どうしてもやっぱりキャリーケージっていうもの、普段移動されているキャリーケージっていうものが必要になってくるかと思います。まあ、そういったものも合わせてご用意いただきながら準備しといていただくのがいいかなと思いますので、ちょっとその点、いつ来るか正直わからないものではあるので、以前みなとみらいの方でも防災講習というのをやらさせていただきましたが、そういったものを、ちょっと注意を、していただけるようにしていただくと、まあ、いざという時にも動きやすいですし、何かあっても困らないような状況になるかなと思いますので、まあ、少しでも、フェレットちゃんを、まあ、フェレットちゃんだけじゃなくて、まあ、皆様もそうなんですが、少しでも安全に過ごせるようにということでやっていただければなと思います。で、一応内容としては、防災講習、防災のセットなんですけど、はい。はい。はい。こちらです。はい。アウトの方がいいですか？一応、アウトの方がいいですか？はい、あ、全然中で大丈夫です。文字はね、別に。はい。中身はちょっと反転してるかと思いますが、はい、中に入っているものは結構一般的で、皆さん個別で使っているものが多いのは、ご飯なんかですと、ご飯はもう合わせて入れとけるアルミパックが入ってましたよね。うん、入ってます。はい、まずこれが入ってます。冊子なんですが、この商品の用途ですね。はい。はい。用とか使い方とかですね、はい、ございます。はい。で、まずアルミパック。はい。はい。で、このアルミパックに関しては、今使われているご飯をあらかじめ中にも移し替えていただく。そうですね。うん。で、ここよく皆さんね、小袋なんで、こう、ハサミで開けちゃう方いるんですけど、これ、こっから、バカッ。まだ開きます。こっから、はい。シーラーが入ってない状態ですか？はい。そうですね。シーラー入ってないです。はい。なので、ご飯をね、新しいものを補充するタイミングで、常に入れ替えていただくのがいいのかなと。そうですね。大体1週間ぐらいでしたよね、確か。そうですね。はい。それぐらい入れとくといいかなと思いますので、多頭飼いの方だとちょっと大変かと思うんですが、単頭飼いの方とかでしたら、これで1週間ぐらいは持つのかなと思います。はい。はい。で、続いて、ペットシートいきましょうか。ペットシート。はい。まあ、トイレ砂がない分、ペットシーツで少し確保、要は、おしっことかを吸水したりとか、で、ペットシーツであれば、正直、ワンちゃん、猫ちゃんでも使われるようなものですので、ある程度の支給なんかもあるのかなと思いますので、はい、まあ、その点、使いやすい方向でやっていただくのがいいかなと思います。はい。やっぱそのためには、ハードキャリーですね。ハードキャリーを持っといていただいた方が、使いやすいってなりますね。すのことが入ってると余計いいですよね。はい。はい。で、バイトいきましょう。はい。はい。ストレスの音もバイトですね。はい。はい。おやつ、薬、何でもござれというところで、一応今回は F 入れさせていただいてます。はい、皆さん個別でご用意されるときでも、やはり普段使っているバイトなんかは使っていただく方がいいのかなと思います。そうですね。はい、なので予備としてもう1本ご購入しておいて、あらかじめ入れとくのもありかなと。はいはい、あとは生きていくために必要なお水。お水。はい。はい。まあ、ペットちゃんだけですとね、はい。はい。落ちますもんね。はい。あとは、ミルク。はい。まあ、僕らホテルでね、お預かりさせていただいたりする中で、やはり結構、環境の変化で、ストレスを感じてご飯を食べなくなってしまうフェレットちゃん、数見させていただいております。はい、で、その中でやはり、どうしても食べなくなってしまうとか、環境が変わってしまうとか、あと、ね、皆様も多分落ち着かない状況になってくるかな。特にワンちゃんなんかの鳴き声がワンワンワンって響いてたりすることで、フェレットちゃんにもストレスがかかってたりとか、いろんな状況の変化がございますので、まあその点で、そういったミルクのようなもの、ヘルスチャージ S っていう、まあ、流動食に近いものっていうところですかね。少し飲みやすくて、ちょっとした栄養補充になっていくようなものを用意いただくことで、ストレスの軽減でしたり、あとはそのストレスから回復したりする中で、使いやすいような状況になってくるかなと思いますので、まあ、その点ぜひ使っていただければと思います。はい。まあ、これ自体カロリーも非常に高いですし、そうですね。はい、糖性も抜群なので、はい、うん、なかなかね、そのご飯、ストレスで食べないっていう時とかにも与えていただけますし、まあ、本当にストレスでね、全然食べないっていうんだったらシリンジもあるので、はい。はい。お水に溶かして、シリンジでお口元運んであげるっていうのがいいのかなと。はい。まあ、実際もし試したことない方でも、一度は試しておいていただくといいかなと思います。病気の時にでも使ったり。食べるか食べないかをテストしてみるっていうので、一回やってみるのもありですね。はい。なので、遠方の方でも通販で扱ってますので、ちょっと試しておいていただくと便利かなと思います。はい。ヘルスチャージ S っていう商品ですね。はい。で、最後が、何度もインスタライブに出てきてると思います。キーウォーター、はい。はい、まあ、いざという時のっていうところではあるんですけど、水分の吸収ですとか、緊張とかの、まあ、内臓とかの、いわゆるその疾患、まあ、疾患って言い方おかしいですけど、体ですね。体の水分補給ですとか、体のバランスを整えてくれるようなものになってます。なので、まあ、その辺をですね、使っていただきながら、ちゃんと安全にですね、過ごしていただくためにも、ね、乗り越えていただくためにも頑張って使っていただいて、試したペレットちゃんにね、体力的にダメージが少ないようにしておいていただければなと思いますので、はいはい、非常に吸水力も早いですもんね。はい、はい、なので脱水症状とかそういった時とかにも全然使えるので、そうですね、なかなかね、お水与えられないとかそういう時にもこれを使っていただければ、はい、いいかな。まあ、なかなかね、全部揃ってることってなかなかないとは思うんですけど、まあ、その中でもこういったものがあると便利なのかなというところでご紹介させていただいてます。はい、まあ、それぞれ皆さんアレンジはあるかとは思いますが、皆さんも手元にですね、こういったセットのようなものをご用意いただく方が、いざという時に慌てずに済みますので、普段例えば使ってらっしゃるハードキャリーのようなものにポンと入れといていただく、まあ、脇にバッグとして置いといていただくですとか、まあ、そういったことで使っていただくことで、まあ、いざ何かあった時に一緒に逃げれる準備をですね、しといていただくのがいいかなと思います。はい。はい、あ、そうです。これ口に入れるやつです。オンラインで買ってくださったと。あ、オンライン。はい。ありがとうございます。直接、まあ、水で薄めてもいいです。直接。そうですね。基本、本来は2リッターのお水に対してこれ1本っていうやり方が、はい、メインなんですけど、まあ、ちょっと急ぎであげたいとか、より摂取が必要とかっていうんであれば、直接お口に入れていただいてもいいのかな。はい。はい。で、よろしくお願いいたします。はい。あくまで、これは僕ら、ペレットワールド、まあ、丹羽さん、僕、あとは中野の店長、小倉さん、はい、あとは通販部の方と、まあ、こういうのがあったらいいなっていうので、組み合わせを作りました。はい。あくまでこれが正解ではなくて、これにご自身で今使われている、先ほど言ったご飯ですとか、はい。はい、よく気に入ってるバイトとか、まあ、なんならおやつとかでもいいですよね。はい。はい、で、これって通販で出ましたよね。あります。はい。なので、実際に、今、こう、ご紹介はさせていただいてますけれども、店舗だけではないので、はい、もし、ご飯なんかはもうお家で使っていただいているものを入れていただく方がよろしいかと思うんですが、ぜひ用意しておいていただきながら、このポーチをかけとく、別にかけとくっていうぐらいで準備しておくといいかなと思います。買ってばらしちゃダメですね。このまま。まとめといてください。まとめといて。時々、期限をちゃんと見ていただいて。そうですね。ちょっとずつ更新していただきながら。まあ、バイトなんかでもね、そうですけど、結構期限はね、長めには作ってはありますけど、長めに持つものばかり入れてはあるんですが、何年もやっぱり経ってきました。いつ来るかわからないものですので、ちょっとその点お気をつけいただければなとは思います。はい。お値段は、全部で、これ、ポーチも含めて、で、5500円です。はい。で、通常でご購入バラバラでしていただくよりかは、お安くはご用意させていただいております。はい。はい。で、この緊急時短のセットとして、防災の日、昨年の防災の日に、実は発売を、はい、させていただいております。はい。まあ、一応いろいろ更新をさせていただきながら、まあ、それ以外にも必要なもの、例えば、病気の子でしたらお薬が必要でしたり、いろんなものっていうのが出てくるかとは思います。はい、ただ、とりあえず、まずは安全を確保する。まあ、動物ももちろんですけれども、まずは飼い主さんの安全を確保しながら、はい、逃げる。準備をしていただく。その中で、ちょっとでも何かあった時に、すぐに持ち出せるように、緊急時ですね、その準備をしていただくっていうことが一番重要かなと思いますので、はい、まあ、その点ご注意いただきながら、ね、こういうふうにきちっと準備しないでいただいてもいいのかと思うんですが、ちょっと気に留めながら、あそこは、こういうことがあるから、ここにまとめておこうとかだけでもいいとは思います。ただ、いざ何か慌てた時にでも、これっていうのが分かるものの方が簡単かなと思いますので、あんまり荷物が多い方でしたら、もうワンサイズ大きいトートバッグ使っていただいてもいいかもしれません。なので、しっかりと、準備をしといていただくっていうところが、一番、気に留めていただくってことがいいのかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい。で、皆さん、ハードキャリーですね、使われると思います。なので、どうしてもやはり大きいものだったりとか、以前にもリップの方でもご紹介しました、しょったりとかもできる、例えば女性の方なんかだと、どうしてもね、しょったりとかできるものっていうのがね、なかなかないものなので、以前、こういったもの出させていただいてます。はい、ちょっと逆ですいません。はい。あ、そうですね、アトラス20用のバッグなんですけど、こういったもので、中にキャリーバッグをすっぽり入れてしまうようなバッグっていうのもございますので、その辺ですね、通販の方でもご覧いただきながら、ちょっと、ご注意いただきながら、特に力のない方なんか、男性の方は別にね、ポンと持ってしまえばいいとは思うんですけど、その辺の部分で、一応今日ご紹介したものは、緊急時特価になってます。ますので、反射板がついていたりとか、そういったものもございます。打ち合わせをしたかのようにありました。通常のタイプのやつですか、はい、それ。あ、これ通常タイプです。通常タイプですよね。はい。まあ、軽いものですとそちらのタイプもありますし、はい、あとは取ります。あ、そうですね、こんな感じで、あとこの防災タイプっていうんですかね、フラッシュ反射板がついているタイプ、うん、はい、こちらも2種類、はい、ございます。で、こっちはリュックにもなるような形になっているので、はい、女性の方なんかですと準備しておいていただくのも一つ、うん、どうしても女性の方の多頭買いっていうんですかね、だとかなり多分大変になってしまうかと思うので、まあ、この辺の準備ももしあれでしたらご相談いただければ、僕らも合わせてご相談乗りながらご紹介していきますので、ご注意いただきながらやっていただければなと思います。はい。なので、まあ、ちょっと緊急事態というか、いざという時っていうところで、それぞれ皆さん必要なものあるかと思いますが、今、岩波店長が見せてくれてますけど、リュックになるような、はい、形になってますので、まあ、そういったもの、おのおの準備に必要なものあるかと思います。なので、準備していただきながら、やっていただければなと思います。いろいろね、皆さん心配事あるかと思いますし、実際に今ね、震災の中、半島のですね、震災の能登半島の震災の影響によってですね、被害に遭われた方、多くいらっしゃるかと思いますが、何かの役に立てればと思いますので、まあ、その点、皆さんが今後、地震があったときに対策として取っていただけるような準備をしていただければなと思いますので、はい、ちょっとこういった形でご紹介させていただきました。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、なので、はい、ハードキャリーはやっぱ皆さん持った方がいいと思いますね。そうですね。はい、ソフトキャリーはやっぱ軽くて楽なんですけど、はい、こういう震災とかがありますと、まあ、ハードキャリーがケージの代わりになるということを考えますと、やっぱ1台持っておいた方が間違いないかなと、はい、思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい。宮さんのところは、はい、元旦、そちらは神奈川って結構揺れたんですかね。元旦はですね、そこまではなかったんですけど、ちょっと横に揺れたという形は、スタッフので伝わってました。はい。ららぽーとは結構実際、歩いてる方はあまり気になってなかったんですけど、はい、実際店舗に僕ら立つときは、もうお客さんやっぱ気づくような感じ、はい、そうですね。で、結構揺れました。大きい揺れでしたよね。はい、大きくて、はい、なんですかね、回るような感じの揺れでして、はい、で、実際僕もスタッフを集めて、もしこう避難指示が出たら、こういうルートでお客様を避難させるっていうところの、実は段取りまで、地震の時に組んだぐらい。ああ、なるほど、なるほど。なので、特にね、元旦ららぽーとお客様多かったんで、非常に混み合ってた中の震災だったんで、いつどこで起きるかわからないですし、うん。僕らも実際お客様には見えないですけど、はい、下のところにですね、ハードキャリー、皆さんご存知だと思いますが、10台以上ストックしてる。そうですね。はい。はい。そういう震災があったりすると、僕らもお店の子を連れて避難をしなければいけないので、はい。実際見えないところで準備をしているような状態。はい、特にね、東北の震災からはかなり、はい、ららぽーとかショッピングモールでも、はい、準備するようには伝わってますんで。実際僕も、まだアルバイト時代でしたが、その 3.11 でしたよね、あの時は。はい。僕もお店の一員として、被災を、はい、立ち会った身なので。そうですね。はい。なので、うん、なんか多少やっぱり天井が抜けたとか、はい、物自体が壊れたっていうのはほとんどなかったみたいですけど。ひび割れとかそういうなったのはありましたし、ね、ここ近辺ですと液状化現象が起きましたし、あ、そうですね。なんなら覚えてらっしゃいますか、計画停電とか、はい、まさにあの時期だった。まあもちろん多分、千葉の方は津波もありました。はい、実際船橋の方では堤防の上に船が乗っかったというところで、そうですね。そういったものも実際にございましたので、皆さんもそれぞれ注意していただきながら、はい、必要なもの、例えば寒い地方であれば暖かくするような、キープするもの、例えば暑い時期でしたら冷やすような、まあ、保冷剤ってなるとなかなか難しいと思いますが、濡れタオルにするですとか、ちょっとそういった形での、まあ、なんでしょう、クーラー、体を冷やすためのものなんかは注意していただきながら準備しておいていただくのがいいかなと思います、ね。もう常にやっぱ備えはしておいた方がいいかと思います。そうですね。よろしくお願いいたします。ペレットちゃんのためにも飼い主さんのためにも準備していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、まあ改めましてね、能登半島の地震で、はい、これを見てる方も石川とか、まあ、富山とかの方もいらっしゃるかもしれないので、はい。はい、まあ、被災に遭われた方、はい、はい、まあ、いち早く復興できるように、僕らもご協力させていただこうと思いますんで、はい。もし、もしちょっとね、フェレット飼われてる方で、はい、今、それこそ本当に避難してるとか、そういった方とかいらっしゃって、まあ、どうしたらいいんだろうっていう状況とかありましたらね、そうですね。はい。お電話とか、まあ、それこそ DM とかいただければ、もちろんご相談いただければと思います。はい。実際に僕らもそういった被災に、ね、3.11 であった身なので、はい、はい、ご対応とかご協力できるところあればさせていただきますので、そうですね、よろしくお願いします。はい、はい、はい、防災関係、はい、はい、まあちょっと改めまして、はい、サークルの方のご紹介をちょっとさせていただこうと思います。はい、はい、あとさっき流れてきた中でステッカーに戻っちゃうんですけど、はい、税込み1万8,000円ご購入された方で、はい、まあステッカー4枚しかもらえなかった、でなんか対象会あったのかなっていう。コメントが入ってたんですよ。はい、もしかしたら確かにその対象外のものが入ってた可能性もありますし、はい、あともう1枚切れちゃった可能性もあります、ね。あ、そう。1から5の中で、はい、はい、もう品切れになってしまったんで、4種しかお配りができなくて4枚になったパターンも。実際に、はい、今、みなとみらいでも、2枚しか、はい、2種類しかないので、うん、4枚のお客様とか、2枚ずついりますか、はい、とか、まあ、お伺いはもちろんするようにはさせていただいておりますけれども、足りなくてそのままっていうケースもあるかなと思いますので、もし第2弾でもそういったなんかちょっとあれこれどうなのかなということがありましたら、はい、全然スタッフの方にお声かけいただければ、もちろんそうですね、はい、聞いていただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、お願いいたします。すみません。ではちょっと、はい、場所を、はい、移しまして、はい、サークルのところに行かせていただきます。ここから皆さんも、ここからというか、サークル、皆さん気にされてらっしゃる方多いかと思うんですが、実物ちょっとね、見れない方も多いかなと思いますので、はい。はい。じゃあ、ちょっといつものカメラマン岡崎に、はい。現場に行っていただきます。よろしくお願いします。はい。ちょっと動きます。それが僕もまだサンプル見てないです。ですよね。はい。ここ聞こえます？ものは見ましたけど、どうですか？実際。はい。実際僕映ります。あ、はい。見えます。はい。メディカル60、皆さんが店舗でご覧になっているのがメディカル60だと思うんですけど、はい、まあ大きく変わったっていうのが高さですね。はい。はい、10センチほど高くなったと。お話しましたが、まあ、実際にやはり高いです。うん、なるほど。はい。で、こういう感じになってますね。で、入り口、こちら側が入り口になってるんですが、はい、入り口がここを開口すると、ガバッと開くような感じです。ドアって外れるんでしたっけ？まあ、ここですか？はい。あと、ここは、連結外しちゃえば外れます。ここの部分わかりますかね。あ、一緒にくっついてるんですよね。はい、ここを外していただくと、全部バラバラの状態になります。ああ、なるほど。なるほど。はい、なので、この商品届いたとき、ご自宅に届くとき、あとご購入いただいたときは、もう段ボールの中に平面の状態で、潰れた状態でバラバラに入ってます。そのくらいコンパクトな状態です。そうですよね。前メディカルの場合って、ネジ外さないと折りたためなかったじゃないですか。はいはい。あれはもう全然簡単になりましたよね。非常に簡単になりました。はい。その先っぽのバーのところをちょっと抜いたりするんでしたっけ？そうです。これ抜いていただくと、はい。これ今実際抜きました。はい。そうするとここがもう外れてるんです。はい。もうそこ外れちゃえば簡単ですね、じゃあね。もうこれを全部外していただくと、ここの部分だけになります。例えばここを外しちゃいますと、もう実際ここの面がよいしょ取れる状態になりますね。なるほどなるほど。はい、いや結構簡単に取り外しができて、はい。で実際に組み立ても簡単ってことですよね。そうですね。はい。はい、ちなみに説明書が入ってるはずなので、はい、それ見ていただくと大丈夫かと思います。なるほど。重さってちなみにどうですか？重さは、正直ずしっとくる重さです。20キロぐらいでしたっけ、確か。そうです。30キロ弱じゃないですか？いや、確か郵送かなんかもあったんで、20だった気がします。20でしたっけ？はい。郵送のギリギリのメディカルよりかは若干ちょっとこう軽くなったっていう印象がございましたけど。ただちょっとこう持ち帰るのは嫌だなっていう重さですね。はい、正直言いますと。まあ逆にでもその重さがないとフェレットちゃん広げちゃうってことですよね。はい。前なんかこうで使っていてもサイトから広げちゃったりとかありましたもんね。でなんか高くやったのに最終的にはみたいな。はい、こんな状態ですね。はい。はい、なんで男の僕がこうやって、まあ、おトイレとかもお掃除はできますけど、やっぱ高さが高くなった分ちょっと女性の方とかだと出すのが難しいかもしれないので、そう考えるとやっぱここからおトイレなど出し入れするのがいいのかなと。そうですね。はい。まあ結構やっぱフェレットちゃん自体もパワーありますもんね。そうですね。はい。で、あとですね、この上のところちょっとこれ実際サンプルなんでちょっとこうサビみたいな感じに見えちゃうんですが、ここも本来こう噛み合わせ的にガタガタってなってしまうので、こういった金属パーツを入れることで、はい、ここのズレを防ぐっていう形。それさっき伸びちゃう形が変わっちゃうっていうところのストッパーってことですよね。はい、はい、で実際今度出る予定の屋根が、まあ、これに対してくっつくような感じで。ですよね。はい、そうです。はいはいはい。なのでちょっとね今このケージ本体しかまだ皆様にお見せはできないんですが、まあ、屋根も出る予定なのと、今この連結、まあ、その組み立てが簡単だよねってお話ありましたけど、うん、今度この面を1枚ずつ別売で、うん、なのでさらに大きくしたいなっていう方はじゃあ追加で2枚とか買っていただくとさらに1面伸ばすことができるような感じになります。ですよね。はい、あ、下の部分ってやっぱりハンモックだと上がっちゃうんでベッドの方ですよね。そうですね。はい、今この状態だとベッドしか確かに入れられない状態になると思います。屋根が出てくると天井から吊るせるようになるので。はいはいはい。はいはい。まあちょっとルーフとかその辺でまたいろいろ変わってくる状況になるかなと思いますけど。そうですね。はい。あれストッパーって角もあるんでしたっけ？角あります。はい。こちらです。ありがとうございます。はい。でこの角もストッパーを置いてっていう形ですね。はい、そうですね。これあるなしだと結構ここが動いちゃうっていうところがあるんで、まあ、フェレットちゃんがここまで動かすかっていうとなかなかだと思うんですが、まあ、念のためその角もロックしてもらうとここがもうこれ以上動かないように、まあ、変な角度になりづらいってことですかね。そうですね。はい、はい、で実際ららぽーとは、金曜日に、中野店からサンプルが移動されていました。本当ですか？はい、で来週の金曜日、次の金曜日に、はい、今度これを熱帯クラブに移動する予定になります。東川口です。東川口ですね。はいはいはい。なので次の木曜日まではららぽーとで実物をご覧にいただきます。はい。ただあくまでこれは僕らが商品化する前の最終サンプルになりますんで、実際ちょっと塗装が甘かったりとか、はい、はい、傷があったりっていうふうにはあるんですが、実際お客様にお届けするやつはもう綺麗になった正規品。という形になりますので、はい、あくまで雰囲気こんな感じかなっていうのをつかみ取っていただければと思います。なるほど。はいはい。じゃあいろいろあれですよね、はい、シルバーはシルバーのままで、塗装が入ってくるって形ですよね、はい。ここはシルバーのままになります。はい。はい、なるほど。で、はい、あれでしたよね。折引が21まで。はいはい。1月の21までですね。はいはい、皆さん今だとお願いします。超早割の時期が終わりまして、はい、早割予約になりました。15% オフで1月の21日まで。で、こちら送料が無料にさらになります。はい。なので重たいのでね持って帰るのは大変というお話でしたが、まあ送料無料なんでご自宅まで。はい。宅急便の通常通販の場合って、はい、送料かかるようになっちゃうって言ってましたよね。そうです。はい。ネット通販に関してもこのサイズになりますと、特殊料金で、はい、送料がかかるような形になります。はいはい、金額が一定でもでしたよね。そうです、はいはい、通販だと一定金額超えますと、送料無料にネット通販はなるのですが、まあ、こちらに関してはそのサイズ感が大きいのでネット通販をご購入の方も実際プラスで送料がかかるような状態になりますね。はい。で、この商品に関して今予約を受付しています、はい、で実際にお客様のお手元ご自宅に届くのはまだ先2月の上旬になります。で早割なんですがあくまで、買います予約しますとお声、まあ、店員さんにしていただいてご金額をレジで納めていただいて予約完了になります。私買いますでそれで終わりですとダメになってしまいますので、はい、そちらはお気をつけください。はい、でお店にいらっしゃれない方に関してはネット通販でご予約いただくことももちろんできますので、はい、お願いいたします。まあ、逆にあれですかね、お店に電話してもらって、うん、で、ネットのご案内させていただいてネットで買ったりとかってことも可能ですよね。もちろんそうですね。なかなかお店で足を運んでご予約できないという方はそちらでもよろしいかと思います。そうですよね。はい。ただ木曜日、次の木曜日まででしたらららぽーとで現物見ていただいて、はい、それで決めることもできますので、はいはい、で実際通販でしたらポイントはペポカはポイントつきましたよね。はい、そうです、はい、ペポカお店で皆さん使われている金色のポイントカードに関して、ご購入する時の備考欄に、ペポカのポイントご自身のバーコードのところに書いている番号ですね、それを入力していただくとポイントを後付けさせていただきます。ペポカそちらございます？ありますよ。ちょっと待ってくださいね。ペポカ、はい、このサークル内で飼育できる店員は何匹ぐらいですか？そうですね、大きさによっても少し変わるかとは思うんですが、そうですね、大体 4,5 匹ぐらいかな。体格大きい子だとちょっと4匹でもちょっと、ね、って感じでしたね。なので、まあ、やっぱり大人の子、ちっちゃい子とかを考えると5匹ぐらい、一般だったら4匹ぐらいかなっていう感じですかね。最近結構大きい子多いですからね。そうなんですよ。はい、僕も昔メディカル60持っててペレット飼ってましたけど、僕んちこのサイズで5匹いました。はい。ただまあうちは女の子とかもいたので、そんなに大きい子も多くはなかったんで5匹いけたかなっていう感じですけど。はい、はい、お答えになったかな。はい、これがペポカ。あ、そうですそうです。はい。で、はい、ネット通販の方はその裏ですね。逆さに、はい、この裏に、はい、この裏に、ここに番号が、はいはい、でこれ上に皆さんの今親指ですかねのところに番号あるんですけど、はい、これは違う。こっちじゃなくて。この右下っていうか、この人差し指の方の番号ですね。はい。はい、ちょっとこれ見せちゃうと、あれになっちゃうんですが、皆さん、はい。このバーコードのところに書いてる番号を、ネット通販でご購入するときの備考欄だったと思うんですけど、そこに入力していただくと、はい、はい。実はそのご購入された履歴の情報が、まあ、細かいこと言うと中野店に行きまして、中野店のスタッフさんがポイントを実は後付けしてくれてるので、はい、でそのポイントはまたお店で、ネットでは使えないんですけど、お店でご購入するときに、そのポイント、はい、1ポイント1円でご利用もいただけます。はい。実はね、あまり浸透してないかもしれないんですが、はい、コロナの時ですね、あ、そうですね、はい、僕らのお店がお休みになってしまったときに、はい、ネット通販ご利用の方の、お声が多かったんで、はい、そういったものをご利用作らさせていただきました。はい、で、ララポートは残念ながら確かポイント、あれですよね、ララポイントはつかないんですよね。ララポイントはつかないです。はい、なので、はい、ペポカのポイントカード、先ほどのポイントカードご利用の方はぜひ使っていただく方が普段の通販ですねにも使えますので、はい、そちらだけ楽天とかアマゾンでは使えなかったと思います。そうです。あくまで私たちフェレットワールドの公式の方の通販ですね。ですね。お願いいたします。はい。皆さん他サークルで質問とかありますか？大丈夫そうですかね。おかえりなさい。はい。はい。何かご質問とかありますかね？今のところは大丈夫そうですね。はい、お正月皆さんいらしていただいた方、いろんな方ご挨拶はさせていただきましたが、今回初の、年始早々のインスタライブということで、はい、はい、やらさせていただくということで、ちょっと急遽夜9時半から、まあ、ららぽーとがね、先ほどまで営業していたという関係もありますし、今日まで9時閉店だったんです。はい。はい。あ、はい。ごめんなさい、天井ってまだですよね、全然、ね。まだです。ちょっと正式にいつになるっていうのはまだご案内はできない。で、まあ、予定が立ち次第ご紹介させていただくようにはしますので、はい、はい。もうしばらくお待ちくださいませ。はい、で、まあ、いろいろね、ららぽ、急遽やらさせていただいて、まあ、地震とかもありましたので、ちょっと早めにご紹介できればと思いまして、ね、今日やらさせていただきました。はい、ちょっと遅くなってしまいましたが、皆さんね、早く伝えたいというところもありましたし、あとは、まあ、ご挨拶、年始のご挨拶も早くしたかったというところもございますので、はい、また今年もよろしくお願いいたします。はい、で、フェレットちゃんはね、はい、各店ね、まだたくさんいるということで、こんな感じで、ね、じゃじゃん。ロングとか。ロングです。はい、この間来てたロングですね。うん、はい。ららぽーとも確かまだ50匹ぐらいいるのかな ?50 匹ぐらいになりましたね。ですよね。はい、はい。うちも多分それぐらいになってるかと思います。はい、もうららぽーと店は元旦から非常にお客様を多くご来店いただきまして、はい、お迎えも非常に多かった状態ですね。はいはい、なので当初70弱いましたけど、今50匹弱になったかなと。はい。うん。まあなので皆さんね、うん、お正月楽しんでいただきながら、はい、また何か困ったことなどがあれば僕らもご協力させていただきながら。はい、行きたいなと思いますので、また今年もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、で、今回の部分もそうですけれども、能登半島の地震の影響によってですね、被害に遭われた地域の皆様にも、謹んでお見舞い申し上げます。はい、被災の方がですね、一日も早い復興できるように、心よりお祈り申し上げます。また、僕らもできる限り協力できることあれば、ご相談乗らさせていただいたりもできますので、はい、お電話などあれば、ぜひご相談ください。そうですね。で、実際に、ね、震災の時なんかでもね、福島の時なんかでも、お預かりさせていただくですとか、そういったことの準備させていただいたりもしましたが、ちょっと今回対策としてまだできてはないんですけれども、ご要望を先に上げていただくようにしていただければ、ご対策を取るようにいたしますので、はい、ぜひぜひご相談いただければと思います。はい、あ、はい、でフェレットちゃんが見たいというご要望も上がりましたので、はい、はい、まあ、フェレットさんのご紹介もさせていただきますね。はい、ららぽーとはじゃあケージから移しちゃいますね。ケージは、はい、マウンテンさんです。ちょっとね、和んでいただければ。お、大きいケージですね。大きいケージです。これでピントが合ってる感じですね。みんな爆睡中ですね、この時間が。みんな、あ、起きてる子いました。はい。あ、かわいい。ファーファームさんですか？そうです。ファーファームのセミロングのセーブルの子ですね。いっぱいいますね、皆さん。はい。かわいい。みんなやっぱりほとんどの子が寝てますね。爆睡、ちょっと静かになってますもんね。はい、こんばんは。この子もちょうど起きてた子でした。はい。おいしょ。あ、もう一人の子も起きました。おはよう。ハサミの新作、あ、爪切りですかね。爪切りはもうちょっとかかるかなと思います。またご紹介させていただける日ですけど、もうすぐですよね、岩波さん。はい。ハサミの新作は爪切りもうすぐでしたよね。ハサミの新作もうそろそろです。はい。はい、もう間もなくご案内できると思います。ありがとうございます。あ、岩波店長の推しの子だそうですよ。推しの子をお迎えいただきまして。されちゃった。そうですね。難しいですね。セルフかな。セルフですね。セルフですね。はい。みんな元気よ。できた。はい。やっぱり僕と言ったらアンゴラちゃんでした。はい。はい。ブラックセルフの男の子。ね、アンゴラちゃんです。はい。お花。ピント合うかな。合ってます。この鼻毛。パヤパヤっと。そう。このパヤパヤ鼻毛がやっぱり見えたな。動いちゃうからね。見えた。はい。頑張って。はい。はい、鼻毛と豚っ鼻ですね。こう潰れた感じのお花がやっぱり特徴ですね。かわいい。TRF の子ですね。これは、マーシャルかな。はい、マーシャルの子です。じゃじゃん。おはようございます。ワップです。はい。はい。インスタライブ見てくださってる方に、先行でお話をすると、一応今週、はい。マーシャルフェレットの入荷の予定が、予定なんでね、飛行機が飛んだらなんですけど、入荷の予定がありますんで、はい。今週末とかには、可愛い赤ちゃんがいっぱい見られるかと思います。多分、全店だと11日ですかね。そうですね、はい。TRF、この辺かな、一番可愛いの。あら、可愛い。いい色してますね。はい、だいぶね、発情が進んでだいぶいい匂いになってますけど、かわいい、かわいい。ちょっとね、近づくとだいぶいい匂いがしますんで。ね、こんな感じ。また映る？花黒ちゃんもかわいいですよね。よいしょ。はいはいはい。ね、またね、遊びに来てねって言えるね。あ、いやいやいや。はい。じゃあ。はい。天国ですね。ぜひまた遊びにいらっしゃる方は来てください。はい。ムチムチ、今 1.7 キロぐらいですかね。ちょっと痩せてきちゃいましたけど、向こう見て。はい。おい。はい。大丈夫かな。癒されました皆さんね。これから、何かまた今年1年ね、わからないこととかご相談あれば、バックアップさせていただくようにいたしますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。癒されます。ありがとうございます。ああ、ごめん。はい。土曜日、よろしくお願いしましたということ。小さい女の子はいるかな。女の子はいますよ。はい。小さい女の子ですと、バターさんとかかな。はい、こんな感じで、バターちゃん、ちっちゃめの女の子ですね。かわいい。はい。ね。では、そろそろ本日も終わりにしますか？そうですね、はい。はい。またね、ライブ、ちょっと予定立てて、ちょっと別々に行ったりすることもあるかと思いますが、はい。ありがとうございます。寄付に関してですかね。はい。今まだちょっと僕たちも対応が準備はできていない状況ではありまして、はい、ちょっとまた月初の話の時かなんかにも、ちょっとさせていただきながら、今後どういう動きができるか対応させていただこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい。まあ、はい、僕らもその 3.11 の時に、はい。店舗をやりながら千葉も被災はしましたんで、はい、まあその時のことで、まあ、ご協力が、はい、できること、まあ、サポートできることがあれば、もちろんさせていただきますので、はい、なんか心配な点とかありましたら、お気軽にご連絡頂戴できればと思います。そうですね、はい、まあ、逆に現地で必要なもの等が、はい、不足しているものなど、僕らもちょっとまだ現状、情報が集まりきれてないので、はい、まあ、そういったものがあれば、はい、僕らもご協力できるところあったりするのかなと思っているので、はい、ちょっと会社としてそれは対応させていただく形になるかと思いますので、そうですね、その点もちょっと話し合いさせていただきながら、はい、早急に動きができればと思ってます。はい、はい、で、まあ、じゃあ締めとしまして、ちょっと順番前後しちゃうんですが、まあ、今回の震災のこともありましたので、はい、ちょうどこのライブの中盤ぐらいにアーカイブは残しますが、こういった防災セットというものを昨年の防災の日、10月ですね、から発売させていただいております。はい。で、僕たちも、何ですかね、当時、必要だな、あった方がいいなっていうものをまとめて、はい、商品として詰め合わせさせてもらったので、はい、もしよかったらそちらもご覧になっていただければと思います。はい。ネット通販でももちろん販売しております。はい、ね、まあ、実際に皆様がいざ何かあった時にも対応ができるように、何かしらの準備はしておいていただくのがいいかなと、あと、プラスでハーネスだけご準備しておいてください。そうですね。はい、そう、サークルとかね、そういった遊び場なくなっちゃうと思います。で、ベルトちゃんもストレスかかってくると思いますので、まあ、余裕はないかもしれませんが、ハーネス1本入れといていただくと、余ってるハーネスでも構わないですけど、入れといていただくと、ちょっとね、現地でも遊べたりとかする時間取れるかと思います。で、やっぱり、ね、みんないろいろ大変な部分あるかと思いますが、はい、気持ち的にもね、少し気晴らしができるような状況の方が安心だと思いますので、はい、ハーネスは絶対に持っといていただければと思います。はい、で、ちょっとね、市販のハーネスってどうしても抜けてしまうという形のことかであれば、フレートワールドの方でも、抜けにくいハーネスなんかもご用意してますので、はい、まあ、その辺ご相談いただければ、と思いますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、あとは繰り返しになりますが、ソフトキャリー、バッグ型の方持ってる方も多いと思うんですが、はい、避難所とかに行きますと、やはりその中で生活するのは難しいことになりますので、できればハードキャリー、はい、はい、アトラス20ですとかね、そういったのもご用意していただいた方が、何かあった時に非常に使い勝手がいいというか、ケージの代わりにもなりますので。はい、そうですね。あとは、はい、衛生的にやっぱり使えるのがね、一番安心ですからね。そうですね。はい。トイレシーツもそのまま広げてもいいんですが、掘ったり食べちゃったりっていう心配はあるんですが、アトラス20ですのことか入れていただくと、それで、はい、閉じ込めることが、シーツでいたずらされるのも防止になって、はい。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 あ、それじゃないですかね。はい。あ、フレットリップ。はい。はい。なので、消防とか防災に関しては、こんなのが必要だとか、いろいろご紹介させていただきながらやらさせてはいただいてますけども、今、お家の子たちでですね、数とか、食べるものとかによってもだいぶ変わってまいりますので、まずはお家の防災を一度見直していただく、はい、準備していただくってことが、まず第一歩になるかと思いますので、その点、はい、ぜひ、ご検討いただければと思います。はい。はいはい。はい、あとは、これですね。はい。25周年と、はい。キャンペーンですね。1月9日からスタートします。で、ガチャガチャ、シールの配布なんかもスタートさせていただきたいと思いますので、はい。よろしくお願いいたします。はい。はい。はい。ありがとうございます。で、あと、フェレットワールドで寄付を行うときが、もしあれば、ご協力皆様にお願いすることがあれば、ぜひ皆様にこうやって発信させていただいてお願いすることあるかと思いますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。はい。はい。シール、かわいいですよね。ありがとうございます。すいません、なんか、情緒不安定みたいな。はい。はい。では、はい、こんなことで、ちょっといろんな状況がお正月あって、いろいろ大変な方も、あとは、不安な方もいっぱいいらっしゃるかと思います。実際にいろんな商品も出てたりしますが、ちょっと情報として、こういったところでいろんな形では、こういった形ではありますけど、発信させていただきたいと思いますので、はい、また、ぜひとも今年1年よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。はい。では、また、予定組みまして、まあ、そうですね、定期的に岩波店長もやると思いますし、自分の方でも定期的に行っていこうかなと思いますので、はい、またちょっとね、こんな夜遅くの時は、まあ夜遅い時もありますし、7時半ぐらいからスタートすることもあるかと思いますが、ぜひお付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、長い間すみません、ご視聴いただいてありがとうございます。1時間です。またいろんなね、1時間です。はい、1時間。はい、すいません、長くなってしまって、まあ、今回ちょっと大切なことなどもありましたのでね、はい、いろんなご紹介させていただく機会、ちょっと夜遅くなってしまいましたが、明日が仕事の方は大変だったかと思うんですが、まあ、ちょっとね、皆様のご情報になればと思いまして、発信させていただきました。はい。で、昨日の熱帯クラブでもね、松村さんがやってましたけれども、今後も何かわからないことあればご相談させていただきながら、ご相談いただきながら、いろいろその子に合ったものとかご紹介させていただくようになるかと思いますので、まずはおうちの、防災に関して一回考え直していただくってことをしていただくのが一番メリットとなるのかなと思いますので、何かあればご相談ください。はいはい。では、本日のライブを終了させていただこうかと思います。はい。はい、また何か、ございましたら発信させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。はい。ありがとうございました。アーカイブも残してますし、YouTube も、アーカイブと YouTube やってきます。YouTube の方でも、はい、はい。ありがとうございます。あと、実際ね、LINE とか SNS で発信するケースもありますので、ちょっとね、複数の、いろんな、僕らご紹介させていただく場所っていうのはあるんですけども、実際にちょっとご登録大変かとは思うんですが、複数か、箇所ですね、登録いただけると助かります。いくつもね、いろんな発信の仕方、ありますので、それに合った発信の仕方させていただこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。すいません、長らくありがとうございました。ではまた、はい、今年1年、よろしくお願いいたします。そうですね、よろしくお願いいたします。はい、またじゃあ、お店の方でも、僕らもテント立ってますんで、またぜひ、遊びにいらしてください。はい。あ、岡崎さんから一言って言ってますよ。締めていただければ。今日のインスタライブ。今日のインスタ、私が締めていいんですか？どうぞ。どうぞ。ありがとうございます。皆様、本日もご視聴いただきありがとうございました。また、今年1年間ですね。元気に健康に過ごせるように皆さんでいろいろ考えてお伝えできればと思うのでよろしくお願いします。では1月の7日のインスタライブをこれで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。お願いします。